皆さんこんにちは、高橋明です。今回はリッキー・ファウラーのスイングを見てみたいと思います。若手の選手で、まだ2勝目なんですけれども、2012年のスイングです。非常に、注目を浴びている選手です。テイクバックは、シャットフェースのままインサイドインのテイクバック、そして非常に後ろの低い位置を上げています。そしてレード付近にそのままフラットに下ろしてきます。このシャフトが右の手の、肘のあたりを通ってますので非常に、フラットです。そして、もう一つの特徴はインパクトで腰が45度開くんですけれども、肩のラインがターゲットを向いています。普通でしたらば、先回りをするんですけれども、彼はフルアンコックで180度、アームシャフトから伸びてます。普通でしたらばここでダフるんですけれども、彼はアドレス時にですね、遠くへ立って調整しています。そして、フォローは、スクエアで、アップライト気味の軌道に変更して、フィニッシュをしています。最近の、流行りのモダンスイングのそれぞれのいいところを集めた新しい進化系の一つだと言えるんじゃないでしょうか。以上です。